今日ヨヨギのスタジオビビットから生放送でお送りしています。ヨヨギパイレーツ、チューズデイミュージックマガジン。この時間は毎回ゲストの方をお迎えしてお送りします。今夜のゲスト、キュートなお二人です。よろしくお願いいたします。お願いします。自己紹介お願いします。いますはい、18歳の中嶋咲です。お願いします。はい、18歳の鈴木愛理です。イエーイ、イエーイ,イエーイとか言ってみた一緒に。イエーイ。みた言ってみた。<laughs> そうですね今夜四月十八日に十八枚目のシングルあ十八日繋がりですね十八歳十八歳と十八枚目のシングル君は自転車私は電車で帰宅をリリースしたキューとから中島さきさん鈴木愛理さんが遊びに来てくれましたお願いしますやよろしくお願いしますもうたくさんの方見に来てくださってますねすごい本当にいっぱいを女性から男性からありがとうございます今日ね雨がちょっと昼間ねちょっと強く降ってたんでびっくりしちゃった。 ねえ大丈夫かなと思ったら、はい、天気ももってよよね良かった皆さん見に来られて、はい、そしてね <laughs> ユーストでも流れてますからねそうですねめっちゃコメントも来てますねねありがとございます終わったすごいすごいもう嬉しい嬉しいありがとうございます。 いやーもうねちょっと本当早速ねアンケートに答えていただいたんですよそうですねただねそのアンケートより何より鈴木さんがちょっと恥ずかしかったことがあったっていう話を聞いたんですけど今そうねなうだねなうなう超なうですよ私今日家出るときに靴下を履いて出るの忘れたんですねなんでそこまず間違えるのそうそうそうなんかあの学校の決まりであの私服で通っていいんですけど短パン履く時は何かしらなんか タイツとか履きなさいみたいな。決まりがあるんです。でタイツ履いてたもんだから。タイツからも靴下履きたいタイプなんですよ。あら。上から上からもあのストッキングとかの上からちゃんとタイツとか履いて安心したいタイプなんですけど。あの履くの忘れちゃって。でどうしても履きたかったから。コンビニで探したんです。そしたら、あの、メンズの。 コーナーナにしかなくってはいはいはい確かにない、ね、なんか25から27センチのこ、うん、の白の白に紺のストライプちょっとなんか <laughs> あの土踏まずのところちょっとキュッてなってるみたいな <laughs> そ,れそれしかなくてそれ履いてるのに <laughs> スタジオに <laughs>

いやちょっとねあと私ねすごいこうああなるほどなって思ったのが、はい、初めて買った CD、はい、何歳の時誰の曲を買いましたかっていう質問で鈴木さんが「スピード」のアルバムはい。 幼稚園の時に買ったはいそうですねですね中島さんがブラックビスケッツのタイミングはい大好きですこの曲ということでねまずねまずこの楽曲は素晴らしいとしてはい。幼稚園の時にスピードのアルバム買っちゃったかっていうところですよね18歳ですもんねそうです何年生まれですか犬の年ですねえ牛虎うたつみ馬羊猿鳥犬ああれ私ねイノシシなの 惜しくない惜しくない一回りだよ焼ぐるっとしちゃったぐるっと本当びっくりするこれ本当ですかもうちょっとで一回りあらいいね今日はねエキスをいっぱい吸い取って帰りますんで吸い取らないでくださいやばいやばいしっかりしないといやなるほどねそっかえでもスピードの 幼稚園の時って結構はよわくないですか?。私2歳の頃から相川七瀬さんとか松田聖子さんとかすごい好きで。2歳ってまだそんな物心もなんとかみたいな頃でしょう。なんかやたら歌ってたらしいんですよね。うん、歌だけをなんかちゃんと歌ってたみたいな。2歳なのに夢見る少女じゃいられなかったんですね。私ブ,レすあブレイクアウト。英語 <laughs> の省略してすぐべかって言っちゃうタイプの。人だったらしいんですけど。<laughs> 本当。はい。 あれはもう四つ折りのアルバム今でも覚えてるんですけど折るとお花の絵が出てくるアルバム。 さんにお金をもらって自分でレジにこうくださいって言いに行ったみたいなあーいいね大好きだったんですよあらすごいですね結構積極的なねお子さんだったんですねお子さんだったねちょっとませてる感じの何でも自分がやりたいよみたいないやほんとこ生きクソな人でしたいやいやいや自分で言うなってあそうえでも中島さんはブロックビスケッツタイミング そうですねもういつ買った方は覚えてないんですよだけどあのお母さんと CD 整理してたら出てきて「で懐かしい」って言ったら多分さっきが初めて買った CD なんじゃないって言ってたんであそれでお母さんが覚えてたんですね逆にねはあよくこういう質問あるじゃないですか初めて買った CD はって全然分からなくてから覚えてませんって書いちってたんですよじゃあこれからはそうですねこれもいけます書けますねはあ そっか、もう本当に私はもうびっくりしていますもん。私か初めて買ったのはマモミも野望のテーマとかって知らないよね、知らないよね。ごめんなさい。ごめんなさい。うっちゃんなんちゃんでした。あ、そうです。でも系統は一緒なんで、す系統一緒ですね。一緒ですね。本当。いやということで本当にね、ちょっと面白いのがあって、他にあの自分の変な癖を教えてくださいっていうので。 まずねあの中島さんん猫パンチそうなです私あのコンサートとかって「おいおい」って煽るじゃないですかその時ってグーを作んなきゃいけないんですけど拳をね握ってだけどグーがなんか猫みたいになっちゃうし親指見えますかースト流のこと方わかるかも。 そうね、あの普通4つの,あの指人さし指から小指までの指を曲げてその上に親指をのせるところを上にのせずになんかその指の下に隠すみたいな。 なんでだろう。なんでだろう。わ自分でもわかんない。これ本当に変な癖っていうか生まれ持ったもの。覚えてやってるのに。それだけすごい可愛い。すごいね。隠れて。そうなんだよね。やそれちょっとみんなそこチェックして。えこれ結構ファンの皆さん気づいてたりしてました。気づいて意外と気づいてないんじゃない。気づいてないかも。ね。でもあのちゃんとあのダンスの先生から拳握ってねって言われてるから。 注意はしてるんですけどはい、はい、あの MC とかで、うん、あわかるとかグー握っちゃうときは猫パンチですね <laughs> すごく親指が柔らかいんだろうねきっとねそうなんか関節がなんかね曲がっちゃうんだよね <laughs> なんでだろうねわかんないもう自分でも不思議です <laughs> 不思議ですねこれねちょっと原因解明したいですね <laughs> ですママとかに聞いてねちっちゃい時からそうだったかもしれない <laughs> あ確かに、ね、ちっちゃい頃の写真見返してみますねぜひ<ー>ぜひお願いします <laughs> そして、えー、鈴木さん何、はい、ですか無意識のうちに鼻の穴が広がっているっていう <laughs> スライドして書いてたそうよアイドル,イドルこれはあの自分で気づいたというよりは<う>メンバーとか 友達から最近すすごい言われるんですよ私って鼻の穴の形が、うん、こ,この人ってこう丸なんですけど<丸>ちょっとなんかこういう形何何何あ,のあ猫の目みたいなちょっと確かになんかこうウィンってなってて雫みたいな感じから雫を横にしましたみたいな。<ー> <laughs> <laughs> 感じなんですよ、うん、でなんか昔小さい頃とかもピースしながら全部写真ハノラの,の広げてるんですね、うん、<laughs> なんか好きだったみたいで広げるのが <laughs> それが面白いと思ってたってこといやキメポーズみたいなキメポーズパ <laughs> サトってことダッサイキメポーズだね、えー、<laughs> 小さい時の写真弟すごい可愛いのに全部ハノラの広がってるから出せないみたいな感じのばっかで、うん、<laughs> そしたら最近なんかあの。うん 最近ちょっとドヤ顔とか、なんかやる日よりますね。やるじゃないですか。無意識のうちに、こうどうってやってる時に、鼻が広がってる。広がってる。広がってる。うん、広がってます。ドヤの時は必ず広がってますね。えちょっと一回ドヤの顔してもらって。いや、そこまで力説して嫌がられた。あ、どうなんだろうね。喋ってると、じゃあ、広がるのかな、普段。あの、なんか、自分が、あの、知ってる知識を話す時。 もうは、まあな,ね、なんかもうドヤみたいな感じで花広がってますねな、うん、うんうん、なんですか、ね、じゃあちょっと今日私ちょいちょい知識をひけらかしていただくのかな困っちゃいますよ、ね、<laughs> 困っちまいますよって <laughs> <laughs>、うん、<laughs> さあそれではですねまず一曲聞かせていただきましょう曲紹介お願いしますはい四月十八日にリリースされました私たちのニューシングルですキュートで君は自転車私は電車で帰宅